いします。石田さん今立てますか。催眠術の先生ですね、この左側の方が。この前にちょっと予備催眠っていうのをかけられてるんですよ。もう立てないですよ。無理無理です。立とうとすればそれほど立てません。こんな記憶はあるんですか。あるところもあるんですけど。もらっていいですか。はい、ここら辺は覚えてます。ベルトがもう手が下りないですよ。手が下りません。何してんの。自分の意思で手を下ろすから。何してんの石田君。もう泣きそうになってるやん。立てないし手が下りない。石田君何してんの。僕が持ち上げたら立ちます。いや立たないです。立たないですか。ええ不可能です。全然立たへんかったよ。壊さないでくださいよ。重たい。え、なんで。痛かってます。めっちゃ力が入ってる。いやいやいや無理無理。でで内なる力で固まってるんで、あのそんな外なる力ではビクとも。あなたはドラゴンフルーツとしか喋れなくなるよ。一つ二つ三つ。10時まで飲んでたんですか。ドラゴンフルーツ。わかんないっす。わかんないっす。ドラゴンフルーツって言われても。いやすごいよ。いやだから10時まで飲んでたんですかって。ドラゴンフルーツ。いやいや俺普通に喋ってたよ。あ普通に喋ってるつもりない。ゴクとピッコロがよく出てくるアニメは、うん、ドラゴンフルーツ。ドラゴンボールですって。普通に喋ってたね。間違ってますよ。ドラゴンフルーツ。なんて相方の名前は。井上。ああ。ゆうすけ。目が基本的に怪しいですね。またドラゴンフルーツしか喋れなくなる。ちょっと自己紹介してもらっていいですか。ここら辺からちょっとね、あれみたいになってるんですよ。ドラゴンフルーツ。ちょっと住所、氏名、年齢教えてください。住所、氏名、年齢。ドラゴンフルーツ。うん。ドラゴンフルーツ。年齢は？ドラゴンフルーツ。これ僕の中で大阪市北区で止められてるんですよ。ドラゴンフルーツ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 。何を言ってるか言われる。何を言ってるか。嘘でしょ。何聞いてん今。すごいよなやっぱりタイミング。今日の晩ご飯は？ドラゴンフルーツ。ああ。これ決まってないですって僕思ってますからね。言ってますからね。ドラゴン。お母さん今何してます？ドラゴンフルーツ。なんて言いたかったのこの時。それが気になるわ。いや全然変じゃないですよ。大丈夫です。立ったり座ったりできるんですよね。ドラゴンフルーツ。ああ。座ってください。ああ。元に戻ります。昨日、今お母さん何してます。いや、知らんよ。さっきね、僕ね、分からへんか。何してるんすかね、みたいなことを。さっき言った。さっき言うたよ。あ、ごめんごめん。あ、もう言うてるつもりなんだよ。聞いてないんだよ、ごめんな。うん。